お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？なんだと？お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と？甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。だから。おお、何しよう。キャッ。ようよう姉ちゃん一人。どうよ、俺らと一緒に楽しいとこ行かない？やめて、待たせてんの。錦山がここに？ああ、遥は東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。サイの河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい遥。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、
今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。まずいぞ、キリュウ。追いかけよう。聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。搭乗家より先に押さえねえとヤバいぞ。ナイス。ああ、おいお兄さん、一杯飲んでって。おお、よろしく。飲んでいきましょう。どうです居酒屋。大丈夫、予約してやる。あ、キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。いらっしゃいませ。なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。ちょっと下がら。おい、てめえ。そこつらがムカつくぜ。じゃあ。おい、そこのお前。
お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、ボンすいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った？どこかの公園とか、携帯で話してました。